2010年のニジェール軍事クーデターとは、2010年2月18日に、ニジェール共和国の首都ニアメで発生した軍事クーデター。独裁的傾向を強めていたとされるタンジャー・ママド大統領に反対する、国軍兵士たちが、アブドゥライエ・アダム・アルナ大佐の指揮の下、首都ニアメの大統領宮殿を襲撃、制圧し、ママド大統領と閣僚を拘束した。この一連の動きにより、 ママド大統領は失脚し、ママド政権に代わって新しく軍事政権が立てられた。2011年4月7日に大統領選挙による新政権が発足し、民政移管が果たされた。今回のクーデターで失脚したタンジャ・ママド大統領、今回失脚したタンジャ・ママド大統領は、クーデターが頻発し、短期間で失脚する政治家が多いニジェールの中でも、 最も長期間にわたって政権を維持してきた政治家である。ママル自身ももともとは軍の幹部であり、1974年のせいにクンチェ、中佐を中心とするグループによる軍事クーデターに参加したことが政界入りのきっかけである。ママルは、その後、クンチェが主導する軍事政権、最高軍事評議会の評議員を務めるなどで行為の官職を歴任し、 1987年11月に、クンチェが死亡した後も1989年の民政移管まで、同票議会の表議員に泊まった。1991年に退役した後は、軍事政権時代からの与党である、ニジェール社会発展国民運動の当首に就任した。しかしその後、1993年、1996年と2回に、渡り、 大統領選に出馬するも落選3度目の挑戦となった1999年の軍事クーデター後に実施された大統領選挙で当選を果たし2010年に至るまで政権を維持していたクーデターの原因とされているのはママド大統領が2009年頃から次第に独裁色を強めていた点であるとされるママドは1999年12月より2期に渡って 大統領職を務めてきており、本来であれば、ニジェール憲法に定められた参戦禁止規定により、就任から10年目を迎える2009年12月をもって、その任期は一度終了するはずであった。しかしながら、ママルは、ニジェール国民は、私が引き続き大統領職に泊まるよう望んでいる、として、自身の任期を延長するために、憲法改正を行うことを示唆し、 2009年8月4日に新憲法制定に関する国民投票を実施すると発表した。ママドゥが任期延長を望んだ背景には彼が引き続き大統領職に留まることによって様々な国家プロジェクトに携わり経済的な利益、恩恵を享受したいという狙いがあったとされる。この新憲法では現行憲法と比較して大統領の参戦禁止規定を廃止すること、 これまで採用してきた反大統領制のシステムに変わり、2012年に完全な大統領制に移行することなどが主要な改正点となっており、実質的にはママドゥの参戦を可能にし、加えて大統領権限を強化する内容となっていた。この動きに対して、立法府であるニジェール国民議会は野党勢力を中心にママドゥを独裁者であるとして反発。 さらに司法府である憲法裁判所も立法府の反発に追随するような形で上記の国民投票実施に関する決定を違法と判断した。この立法、司法両府からの反対に対してママドはまず議会を解散、続いて憲法裁判所についても新しい判事を任命するなど投票を強行する構えを見せた。結局、国民投票は 予定通り8月4日に実施され、新憲法は賛成多数で採択された。この新憲法採択により、2012年の、このままでの独裁色を強める動きに対しては、ニジェール国内からのみならず、欧米や西アフリカ諸国などからも、非難の声が相次いだ。国内では、国民議会で与党の MNSD に続く第二勢力となっている。 ニジェール民主社会主義党を中心とする、サハ連合などの野党勢力を中心に、非難の声が上がり、2009年10月20日に実施された国民議会選挙においては、PNDS を中心とする、サハ連合の大多数に加え、中道政党である、議会第三勢力のニジェール民主社会会議や少数、政党のニジェール民主進歩同盟が選挙のボイコットを表明する事態に発展した。 野党の第一会派と第二会派議席数にして全113議席中のほぼ半数近くを占める勢力が選挙ボイコットを表明するという異常事態に対しまずはニジェールも加盟する西アフリカ諸国経済共同体が選挙実施の3日前10月17日にニジェール政府に対して選挙を延期するように求めたがニジェール政府は このエコワスの要請を無視して予定通り選挙を実施、野党もボイコットを実行したために選挙結果は、与党、MNSD の圧勝に終わった。これを受けて、エコワスでは、制裁措置として、エコワスの権威を完全に軽視して、選挙を強行したこと、選挙結果は、政府機関による明白な介入のもとによって得られた、不当なもので、憲法違反であることの2点を理由に、10月20日付で、 ニジェールの参加資格を一時的に停止する処分を発動した。また、一連のニジェール政府、ママル政権の独裁的かつ国際社会の要請を無視した動きに対しては、欧州連合が開発援助を停止する措置を取ったほか、アメリカも制裁措置に踏み切るなど、欧米諸国も制裁措置に乗り出し、ニジェールは国際的な孤立を深めていた。この国内外からの相次ぐ非難に対して、 ママド大統領は2009年12月21日からエコアスの仲介主導の元野党勢力との対話、交渉を開始した。しかし、この対話はママド大統領側の強硬な姿勢もあって、しばしば行き詰まり、ついにクーデターの前週には対話が停止されるなど、大統領側と野党側の対立は決定的なものとなった。これに関しては、クーデターの4日前、 2月14日に、ニアメ市内で開かれた、野党勢力を中心とする反ママド派の集会の中で、この集会に出席した、野党連合、共和国民主勢力連合の幹部が、エコワスの仲介主導で行われた、対話の行き詰まりは、ママド大統領側に責任がある。ママド大統領の姿勢はこの国にとって危険だ。と述べるなど、野党勢力との対話を進めようとしない、 ママド大統領の強行姿勢を非難していた。なお、このハンママド派の集会は1万人以上が参加する大規模なものとなり、警察も出動する事態となった。このことから、ニジェール国内では、ニアメ市内を中心に、一般市民などの間でも、ハンママドの機運は徐々に高まっていたものと考えられる。クーデターの発端となったのは、 反乱軍兵士たちによる大統領宮殿への襲撃である。報道によれば、現地時間2月18日の昼頃、首都ニアメ近郊の都市トンディビアの兵営に属する兵士たちの集団が複数の武装車両に分乗してニアメ市内に入り、その後大統領宮殿に向かって銃撃を始めたとされる。この反乱軍による銃撃で大統領宮殿の建物が損壊する被害が出た。 またこの銃撃に対して、宮殿の防衛に当たっていた大統領警護隊が応戦し、反乱軍との間で銃撃戦となった。大統領宮殿付近での銃撃戦や爆発は、当初は散発的なものであったが、その後30分ほど断続的に続いたとされる。報道によれば、やめし市内各地でも戦闘によるものと思われる銃撃音や爆発音が聞かれたとされているほか、 この戦闘で少なくとも兵士4人を含む10人が死亡したとされる。ちなみに、クーデター発生の法を受けてのフランス通信社の取材に対して、フランス政府高官は、クーデターは現在も進行中だ。ママド大統領は不利な状況にある。と述べており、ママド大統領は極めて形勢不利な状況にあったようである。 その後反乱軍兵士たちの集団は大統領警護隊との銃撃戦の末に大統領宮殿を制圧した。当時宮殿内ではママド大統領と閣僚たちによる閣議が開催されており大統領と閣僚たちは反乱軍によって拘束された。報道によるとママドは軍の兵衛に閣僚たちはそれ以外の場所へ連行されたとされている。 ニアメ市内では市民が屋内などに避難したため、戦闘開始後間もなく市の中心部を走る大通りから人通りが消えたという。また報道によれば、市内各地で兵士が警戒に当たっており、大きな混乱もなく、平静を保ったとのことである。一方で、クーデターの一報を受けて、フランス政府がニアメに在留するフランス人に対して屋外へ出ないように呼びかけるなど、 諸外国も自国民の安全確保に努めることとなった。また、ニジェール国内ではメディアにも動きがあり、国営ラジオ局のボワルサヘルが戦闘開始後も放送を続けていたが、途中15分間にわたって放送を中断した。その後放送は再開されたものの、報道によれば、同局では通常の番組プログラムの放送を停止している模様で、ラジオでは 軍歌などの音楽が流されていたようである。また、夕方には、ニュース番組が放送されたが、クーデターのことについては、一切触れられておらず、すべて通常のニュース項目のみであった。ニジェール国内では、メディアでも銃撃戦発生や、大統領拘束については、一切の報道がなされていなかった。今回のクーデターであるが、2月18日の夜に、軍事政権と見られる。 民主主義復興最高評議会という組織が国営テレビを通じて声明を発表し国民にクーデターの事実が知らされた。声明発表は CSRD に属する具子アブドゥルカリム大佐によってなされカリム大佐の周囲を他の兵士たちが取り囲むような形の映像になっていた。カリム大佐は我々の国を守りそして国民を貧困と嘘。 汚職から守るための愛国的行為を国内の意見、そして国際的な意見は支持している。と述べ、現行憲法を停止することや国民議会などの政府機関を解散することを発表したほか、同時に国境の閉鎖と夜間外出禁止令を発令した。また、この声明の中には国民へ向けて緊迫していた政治状況を終わらせることを決断したという。 クーデターの趣旨説明や民主主義の回復と良い統治を目指そうという国民に平成と協力を呼びかける CSRDE からのメッセージも含まれている。しかしこの声明では拘束されたママルや閣僚たちの現況を示す内容や軍事政権が今後どの程度の機関権力を掌握するのかといった軍政から民政への遺憾に向けた将来像などの内容は含まれていなかった。また、 軍事政権の陣容についても徐々に明らかになり、軍事政権のトップには、クーデターで反乱軍部隊を指揮するなど、中心的な役割を果たした人物の一人であるサル、ジボ大佐が就任した。ジボは、首都のニアメやその近隣のドッソ州、ティラベリ州を含む、第一軍管区の司令官であり、ニジェール共和国軍が所有する平均の40%が、彼の管理下にあるとされる。 しかしながら、クーデター発生当初、ジボは、一般にはあまり知られていない無名の人物だと、考えられていた。また、クーデターを主導したとされる、アルナ大佐も、また、決して有名な人物ではないようで、情報量は少なく、エコはスナイでの軍事オペレーションに参加する。ジボ以外の軍事政権に参加した軍人の中には、1999年に、 発生した軍事クーデターに参加していた者も,も複数いるようで、例えばジブリル・ハミド大佐は99年の軍事クーデターの際には軍事政権の報道官を務めていた経験を持ち、同年の大統領選挙で今回のクーデターで失脚したママド大統領当選への道筋を作った立役者の一人とも言える人物である。このような事情もあり、いくつかの方面からは、 今回のクーデターは1999年のクーデター時と同様に、軍政はあくまでも自由、公正な選挙の実施を主要な役割とするもので、あまり長期間のものにはならないという見方も出された。実際、約1年後の翌年3月には大統領選挙が実施され、4月には民政復帰を果たしている。ロイター通信の報道によれば、クーデターから1日たった2月19日時点で、 ニアメ市内では引き続き目立った混乱はなかったである。ロイターの報道では、ニアメ市内には武力衝突収束への安堵と変革への希望があるとされており、市民が武力衝突の収束に安堵すると同時に、前年2009年に起きた一連の政治的問題や、それに伴って生じた国際的な孤立状態の改善を望んでいる様子を伝えている。また、 AFP 通信の報道によれば、ニアメ市内ではクーデターを歓迎する数千人の市民が、軍の兵舎の周囲に集まり、軍万歳などと叫びながら軍事政権へ。また、21日にも、軍事政権を支持するデモが行われ、これにも数千人規模の市民が参加した。一方、大統領と閣僚たちが拘束され、トップを失う形となった政府機関でも、 日常業務については混乱なく平常通り取り行われており、中央官庁では時間の指揮の下で業務が行われていたという。また、前日夜に発令された国境の閉鎖については、週夜にわたって続けられたものの、19日には閉鎖が解かれた。ままる前大統領に反対していた野党勢力は、クーデターを歓迎する姿勢を見せるなど、 クーデターに対して概ね肯定的なスタンスを取っている。また、クーデターによるママド政権崩壊を受けて、野党勢力は民主主義再建へ向けての決起集会を開くなど、様々な形で活動を活発化させた。これに関連して、ママド大統領に反対してきた野党連合、共和国民主勢力連合は、クーデター直後に発表した声明の中で、 新憲法の制定と自由公正かつ透明な選挙の実施について、軍事政権側と協議をする用意があることを明らかにし、軍事政権側に協議を呼びかけた。また、CFDR は2月20日に、ニアメで1万人を超える規模の集会を開き、その中で、軍事政権がママル政権を打倒したことに、感謝の意を表明するとともに、今回のクーデターを民主主義再建の機会と、 皆していること、軍と連帯していくことなどを表明した。ママド政権幹部などの消息について、編集特に拘束されたママド前大統領と閣僚たち、またママドの家族などの消息については、あまり明らかにされていなかった。このうち、ママド前大統領の消息に関しては、十八日夜のテレビ声明にも登場したぐ小家カリム大佐が、BBC の取材に応じ、我々は、 ママド氏が我々の先輩であるという良しみから彼の身柄を現在保護している。と述べ、ママドの身の安全や健康を保障するという趣旨のことを述べているほか、軍事政権もママド大統領がニアメ市内の軍の施設で拘束されていることを確認したと公式に発表した。また2月21日には、軍事政権側の代表者が国連、アフリカ連合、 エコワスの3機関が派遣した代表者との4者協議の後で記者団に対し、ママズ前大統領は2アメの大統領宮殿で拘束されている。と述べた上で、赤十字社がママズと連絡を取ることを許可されていることを明らかにしている。また、カリム大佐は前述の BBC の取材の中で、閣僚たちの消息についても言及し、 ママル大統領と共に拘束された閣僚たちの大半はすでに釈放されたと述べた上で引き続き三人の閣僚が拘束下にあることを明らかにした。しかしカリムはこの三人の閣僚たちについても数日中には釈放されるだろうと述べていることからこの三人の閣僚たちも速やかに解放される見通しである。軍事政権幹部によればこの三人の閣僚とは アリー・バジョ・ガマティエ首相と、アルバーデ・アブーバ内相、アリー・ラミーヌ・ゼヌ財務相であるという。民政復帰へ向けての準備に関して、編集ママル前大統領らの消息とともに、今後の民政復帰に向けた具体的な計画などについても、軍事政権側からはあまり詳細な発表はなされていない。ロイター通信の報道によれば、CSRD の議長に就任したサルジボ大佐は、 記者会見を行ったものの、CSRD の目的、意図や、今後の選挙予定など、民政委管へ向けての事柄については明言せず、我々は現在スタート位置に立っている状況だ。我々はこれから、諮問機関を設立する用意がある。などと述べるに止まっている。この点について、20日に隣国であるマリノシとバマコで、開催された西アフリカ諸国首脳会議に出席した。 軍事政権のメンバー、ジブリラ・ヒマ大佐は、選挙は事態が収束し、ふさわしい環境が整った時点で実施されるだろう。と述べた。またヒマ大佐は、我々は1999年にも同じような状況を経験している。その時我々は権力を異常し、10年間にわたって安定を維持してきた。今回も1999年のクーデターの時と、 同様に進めていくつもりだ。とも述べている。具体的な民政復帰への動きとしては、軍事政権の指導部が2月21日、国連のサイードジニット代表代表、アフリカ連合のラマタネ・ラマムラ代表、エコワスのモハメド・イブン・チャンバス代表の3人と協議を行っている。この協議の後、チャンバス・エコワス議長が記者団の取材に対し、短期間での民政復帰が望ましい。 と述べた上で、軍事政権側が今後、民政復帰に向けたプロセスの一環として、野党勢力などの政党や民間人も交えた対話を行い、民政復帰への具体的なスケジュールについても、対話の中で決定していく方針を示したことを明らかにしている。2010年2月23日に、マハマド・ダンダを首相とする暫定政権が発足。 10月に新憲法案が国民投票で9割以上の賛成を、ニジェール民主社会主義党議長のマハマドイスフが当選4月7日に就任宣誓を行い、民政移管が果たされた。ニジェールは世界第3位のウラン産出国であるため、今回のクーデターによる政治的混乱は資源面などで世界各国に少なからず影響を与える可能性がある。 今回のクーデターに対しては、国連などの国際機関や、急走四国であるフランスなど世界各国からも、様々な反応がなされている。全体的には、クーデターを非難する声明が多く寄せられている。国連、編集、国連の岡部万里公次席報道官は、クーデターの翌日19日に、ニューヨークで取材に対し、半気分事務総長の、私は、 クーデターのような憲法を逸脱した手段による政権交代にも憲法を逸脱した手段による権力維持にも同意できない。として、ママル前大統領の強権的姿勢と、クーデターという非合法的手段の双方を非難する声明を発表した。アフリカ連合、編集アフリカ連合のジャンピン、英雄委員会委員長はクーデターを非難し、ニジェール国内の情勢について、 懸念を示す声明を発表した。このピン委員長の声明とは別に、AU は19日に開催された平和安全保障理事会の会合において、暴力による権力の奪取は容認できないとして、ニジェールの加盟資格を停止する処分を決定し、ママド大統領の任期の延長を認めた前年8月の国民投票前に施行されていた憲法に復帰する、要軍事政権に求めた。 これに関連して、この会合で議長を務めたムルカテンで、平和安全保障理事会理事は会見の中で、AU はクーデターを非難し、クーデターに対する制裁措置として、ニジェールの加盟資格停止を発表する。と述べ、クーデターを非難し、ニジェール国民が新大統領を選ぶ選挙が、実施されるまでは制裁措置を継続する方針を、示した。また、カテンでは、同時に、我々は、 彼らが憲法秩序を回復するための支援を推進、継続していく方針である。と述べ、ニジェールの加盟資格を停止するものの、軍事政権に対して早期に憲法秩序を回復し、民生に復帰するための支援を行っていく方針であることを明らかにした。欧州連合、編集欧州連合も、キャサリン・アシュトン外務安全保障上級代表がクーデターを非難する声明を発表するなど、 クーデターに対する批判を強めている。欧米諸国、編集アメリカ国務省のフィリップ・クローリー報道官は、今回のクーデターの原因を作った責任は、ママドゥ自身にある、という趣旨のコメントをし、ママドゥ前大統領の強権的な姿勢を批判した上で、難しい状況だ。アメリカ当局にもクーデターに関する正確な情報は、まだ少数しか入っていない。ニジェールは、選挙を行い、 新しい政府を組織することが必要だ。と述べ、速やかな民主主義政府への復帰を求めた。これに関連して、フランスの外交官は、アフップ部の取材に対し、大統領警護隊のメンバーもクーデターに加担したと指摘しており、ママド政権の内部、中枢部にも、ハンママドの動きや流れが広がっていたとの見方もある。実際、現職の政府交換ではないものの、かつて、 マイナサラ政権末期に情報担当大臣を務めた経験を持つマリアマ、カマティエは、イリンの取材に対して、ニジェールの深刻な急上特に飢餓問題の深刻さを訴えた上で、我々はもうエゴに従う余裕などない。と、ママデを批判する趣旨のことを述べている。また、上記のアフプブの報道とは別に、フランス外務省のベルナール・バレロ報道官は、フランスは、 憲法を無視した手段による権力の行使が行われたことを非難する。という声明を発表し、クーデターを非難した。またフランスは、軍事政権に対し、数ヶ月以内に選挙を実施するように求めている。アフリカ諸国、編集セネガルのアブドライワット大統領は18日夜に、声明を発表し、同国のマディケニョン外相を特使として派遣する、方針を明らかにした。また、 リビアの最高指導者、ムアンマル・アルカ・ザーフィー大佐も、ママル大統領と家族の安全の保障を、軍事政権に求める名目で、2月20日に特使を派遣した。ありがとうございます。